はい、川勝知事 G ということですね。まあ、ただね、うっそぴょんかもしれませんから、本当にですね、辞任するまではちょっと分かりませんですけども、はい、本当にね、人相悪くなってきたよね。ね、なんか顔怖くないですか。死神に取りつかれた顔してますよ。はい、まあ、もうこの件はね、さっき結構細かくやったので、これ以上あまり深掘りしないですけれども、まあ、今回これ職業差別発言というね、ところが、まあ、取り沙汰されというか問題発言として取り上げられ、そして、まあ、G を表明したということです。まあ、どんな発言だったかというと、こんなことを言ったんですよね。訓示でね、新規採用職員にこういうことを言ったそうなんです。毎日毎日野菜を売ったり牛の世話をしたり物を作ったりとかとは違い、基本的に皆さんは頭脳、知性の高い方、それを磨く必要がある。はい、ということは、毎日野菜を売っている人は頭脳が低い、牛の世話をしている人も頭脳が低いと、そういう前提の話ですよね。皆さんは知性が高い、ね、野菜を売っている人とは違うんだよと、牛の世話している人とは違うんだよと、で本人はね、差別的な意図や意識はない。これ差別って意図意識があったかなかったか実はあんま関係ないですよね。その言葉自体に含まれている、差別的表現というところなので、でこれ本人こう言ってますけども、これは完全にアウトですよね。なんとなく自分たちはそのなんか頭のいい人たち的なことを言って、なんとなく言ったんじゃなくてストレートに言っちゃってますからね。野菜を毎日毎日売ってるような人はと比べたら、あなたたちは知性が高いんだって言っちゃってるわけですから、はい、だからまあうっかり本心が出たんですよね。ポロッと本心が出ちゃったわけですよ。自分はエリートですよ。だからまあこういうね、野菜を作ったり売ったり牛の世話をしたりなんていうのを無意識のうちに見下してたわけですよね。はい、そうなんです。そうそう、だから変なエリート意識ですよ。だから本物のエリートはこうならないんですね。中途半端なエリートなんですよね。だからやっぱりね、内心でそういう人たちを見下してるんです。はい、そうそうそう、人間としてアウトなんですよ。そのリーダーの器じゃないんですね。やっぱりリーダーというのは、特に行政というのは、苦労しているところで頑張ってるところね、日の光の当たらないところ、そういうところに光を当てていく。そして、ね、本当本当に傷ついて困ってる人たちを救済していくっていうね、やっぱそこって行政の役割なので、中途半端なエリートが来てね、一次産業を従事してる人を内心小バカにして上から目線でね、のけぞり返ってるっていうのは、これも行政のトップとしては、アウトです。不適格極まりない。こんなつまんない野郎にね、このリニアの計画を止められてたと思うと、非常に腹立たしいですね。そう、だから自分たちは知性がある、頭脳なんだ、知性があるって、本当に知性がある人は、ね、自分に知性があるなんて言わないですよ。本当に知性がある人っていうのは、自分はまだまだ勉強不足でまだまだ足りないって言って、もっと勉強しなきゃ、もっと物事知らなきゃって努力してる人が知性の高い人なんですね。俺知性高いし、君たちも知性高いからと、野菜売ってる人とは違うんだよと、俺たちは知性高いからって、これは知性の低い人間が言う言葉なんですね。だから意識だけはエリート意識で、自分は知性があると思ってる、でも実は知性と呼ばれるものを川勝知事は持ち合わせていなかったわけですから、
そういうつまんない人をね、何期も、ね、支持して、知事としてね、仰いできたわけでしょ。ね、これ民主主義としの結果ですからね、静岡県民ちゃんとしてくださいよっていうことです。はい。もうね、こんな人を選んできたわけですから、はい。民主主義ですからね。これ投票する人がいなければですね、こういうことはならないわけですから。はい。そう。でね、結局、選択肢がないわけでしょ。はい。そこが問題なわけですよ。ねえ。まあ結局これ自民党の低たらくだったりするんですけどもね。そう。選択肢があって初めて民主主義が機能するわけですからね。はい。まあだから私出てくれって言われたんですけども。まあね、丁重にお断りしましたけどもね。まあこの民主主義っていうのは非常にね、まあ民主主義をやめろというつもりはないんですけども、結局ね、民主主義がうまく機能するためには、いくつか、前提があるわけです。はい。その前提としてね、与野党相乗りでね、候補って、これじゃあですね、この民主主義が機能してないわけです。その静岡ではね。選択肢がないわけですから。だから大体地方選挙ってそうなりがちなんですけどね、与野党相乗りで候補者立てたら、その人になりますよ。それじゃあね、選択肢がなくて勝ったって、そんなの民意に選ばれたことになりませんからね。はい。ね、困ったもんですね。はい。だから全員が白票を投じるぐらいのことをすればね、別なんですけども。いや、ほんとね、地方の首長選っていうのは、そうなんですよ。一歩間違うと与野党相乗りよくありますからね。国政だとさすがにそれあんまないじゃないですか、与野党相乗りはね。まあ、なくはないですけどもね。あ、投票用紙、くれぐれも私の名前書かないでくださいよ。出てませんからね。はい。そうそう。だから共産だ、共産か、与野党相乗りかって、もう票の行き場がないですからね。はい。まあね。はい。まあだから辞めると言った以上、本当に辞めていただきたいですね。あと次、誰が出てくるんでしょうか。いやーね、本当に嫌な人よね。私はこの人は売国奴だと思いますけどもね。はい。